え今日はですね作者がちょっとわからないんですが心が穏やかな人の特徴というものを見つけましたので詩ではないんだと思いますけどちょっと聞いてみてください心が穏やかな人の特徴いつも笑顔人に期待しない無駄に反応しない感情が安定している自分を客観的に見れる 最悪の展開も想定している心が乱れたらその場を離れる心が穏やかだと人生も穏やかになるぜひ取り入れようなんかこれいくつもあり, 1, 2, 3, 4, 5, 6, つありますけどこれの中の自分が苦手なもの1個だけ変えてみるだけでもいいのかなと思いました心が穏やかな人の特徴皆さんはいかがですか ありがとうございました。